カルロス・アウベルト・ゴメス・デ・ジェズスは、ブラジル・リオ・デ・ジャネーロ出身のプロサッカー選手。ポジションはミッドフィールダー。2000年に、フルミネンス FC でキャリアをスタートさせ、2002年にトップデビューを果たす。その年にカンピオナート・カリオカの獲得に貢献する。この活躍が、ジョゼ・モーリーニョの目に留まり、2004年1月、FC ポルトに移籍した。ここで、スーペルリーガと、 UEFA チャンピオンズリーグ獲得に貢献し、UEFA チャンピオンズリーグ2003から04、決勝戦の AAS、モナコ戦では先制ゴールを決める活躍を見せた。しかしシーズン通してはチームにフィットしきれず2005年に、コリンチャンスに移籍した。1月29日のアメリカ FC 戦で、コリンチャンスデビューを飾った。カンピオナーとブラジレーロ獲得にも貢献したが、 チーム内での関係が悪化し、2007年1月に、フルスフルミネンセ FC に、レンタル移籍した。2007年7月、ドイツのベルダーブレーメンに4年契約で移籍した。2度目のヨーロッパ挑戦となったが、怪我と睡眠障害に悩まされ通算44分しか、プレイしないまま2008年1月に、サンパウロ FC に、レンタル移籍した。シーズン途中で、 サンパウロから戦力外を言い渡され、2008年5月に、ボタフォゴ FR に移籍した。2009年6月までの契約であったが、2008年11月12日、給与の未払いのためにクラブを去った。2009年1月7日、CR バスコダガマに、レンタル移籍した。2010年6月、ブレイメントの契約を満了し、バスコダガマに3年契約で移籍した。 2011年1月、コパリベルタドーレス出場のため、グレミオにレンタル移籍。2015年4月26日、フィゲーレンセーフ府 C に加入した。U-23 ブラジル代表として2003、コンカカーフゴールドカップメンバーにも選ばれ、2005年には A 代表にも招集されたが、1試合に出場したのみでそれ以降の招集はない。 しばしばチームメイト、監督と衝突したことがあり、エメルソン・レオン監督と大喧嘩の末コリンチャンスから移籍した。またコリンチャンス時代にはカルロス・テベスの真似をして髪型をお揃いにした。ありがとうございます。